なかなか面白い記事が今日も掲載されていますこのねリテラって面白いですね <laughs>、まあ、今日のタイトルは感染再拡大 GoTo トラベル大混乱も安倍首相は会見を開かず逃走代わりにお仲間の極右雑誌「花田」に登場し嘘800ということでございます <laughs> いやこのね雑誌ね私現物読んでないんですけどもこの取材記事リテラの抜粋だけ見てもなかなか面白いですよ えっとね、安倍総理が言うには、問題が混乱して収拾がつかないのは未知のウイルスの脅威ということでね、前例がないことだから、まあ、こういうことが起きてもしょうがないということなんですよ、で反面ですね、ここまでに抑えられてるのは私のおかげですってことを、ね、言ってるわけなんですよね、だから医療機関ですとか、国民ですとかね、他の閣僚方の労をねぎらうことはあまりないということですよね、でそもそも、ね、今、現場はすごく混乱していると思うんですよ。 おまあ西村経済再生担当大臣はじめとしてですね本当に的いない答えばかりまあずっとねお答えになってますけども結局は国のリーダーがこうだって決めないんでえどっちともしがたいわけですよねで恐る恐る、例えば GoTo キャンペーンでも保証はしないって打ち出したら文句が来るからじゃあ保証はしますみたいな感じになったりねで今日から7月22日今日から GoTo キャンペーン始まるのにどれが GoTo キャンペーンに 該当するのか、全く分かっていないというね、旅行者のホームページ見ても、うん、現在、調整中ですって出て、で申し込めないやないかみたいなねで、今日から始まる、なんで前倒ししたんだって話ですね、前倒ししたってことは今日から申し込めるのかなと思ったら、まあ申し込めないわけですよ、なんなんですかね、まあ、こういうのも結局は安倍総理が決めてないからなのかもしれませんし、うんまあ、ごたごたとしてるところがありますよねでで、えー、このの雑誌の中でね。 医療崩壊は起きてないと、十分準備があるっていう,ふうに安倍総理言ってますけども、現場はそうではないですよ、もうすでに余裕がないということを、ね、あっちこっちで、えー、リアルタイムでお答えになってますからね。ということは、安倍総理、テレビも見てないみたいですね、まあ、私も見てないんですけども、まあ、この、ね、雑誌も、ね、なかなかユニークで,です、ね、でもうどこまでも安倍総理のことを擁護して、うんなんか鋭い追及ってのはないですね。 うんまあ、こう書いてます安倍首相はこう豪語していたわけですがはっきり言ってデタらメもいいとことだ何がデタラめなのかってことなんですけども確保病床数は1万9000床以上重症患者は約40名ですが2500床の重症病患者数を用意しホテルなども1万9000室以上確保していますえ次なる流行の波を整えるためにこれらの体制や整備について都道府県と連携しながらしっかりと 対応していきますって答えますけども実際はそんなことないですよね都道府県との連携なんて全くないですからね特定の数都道府県とはあるのかもしれませんけども、まあ、完全に東京とはねそっぽを向かれて大阪には出し抜かれてその他の北海道ですか北海道なんてもうすでにね もう官邸のことなんて忘れてます。勝手にやってますよね。もう安倍首相はこう豪語していたわけですが、はっきり言ってデタラメもいいところだってことですけども、3日には菅官房長官も同様に全国の確保病床数は1万9000程度と言っていますよね。しかし実際には、この当時も東京都は病床数を1000から2800に増やそうとしている最中、 1>, 1万とかね、3000とか、そんなとんでもないと。まだね、2800に増やそうとしてる途中で現状1000個しかないときに、3000室ありますよと説明してるんですよね。16日時点でも、確保病床数は1500ですよ。ホテルも同様で現状確保ができているのは、なんとか370に過ぎず、今日になって7月中に1000床を確保すると決めたばかりなんですよ。要するにね、東京都で3000室弱と説明している安倍総理、出たメもいいとこ。 ね、3300床ある、でたらめもいいとこ、全然です。要するに安倍総理は、実態とは全くそぐわない数字を並べ立てで現時点では余裕がある状況が続いていると説明しているということなんですけども、ちょっと話題パッと切り替えますよ。森友事件については何かコメントないんですかね。森友事件では、麻生財務大臣がもう再調査しない、再調査しないね、だ何やってんだ、お前は、ね。再調査しないって何度も答えていますが、<laughs> あのね、安倍総理とか、それから国会の答弁。 で麻生財務大臣の、あのー、受け答えの、ね、特徴なんですけども、以前にも答えてるんですがってのを連発して、気にくする雰囲気を作るの上手なんですけども、以前に答えてないですからね、全然答えてない、回答が確定して納得できるものであれば、もう聞かないわけですよ、まあ、だからね、その場その場で場当たり的にかわそうとしてるから、回答にたどり着かず、そしてね、質問とは別のことを答えるから、全くね、解決になってないから、同じ質問が続くんですよ。 そこに対してですね、同じ質問だから同じ答えになるって言いますけども、答えがないですからね、いつも。ね。うん、森友問題もね、かなり闇深く、このまま闇から闇へ葬られてしまうのかもしれません。結局はですね、えー、やっぱり銃を持たせるなら、良識のある人、危険な人に銃を持たせるとね、罪もない人を撃ってしまう。うん、時には自分の身内を撃ってしまうこともあります。で、森友事件なんてまさに身内を撃った事件ですよね。もうね、官僚の人はね、 自殺に追い込んだわけですよ。政治家が。で、他の政治家さんも、見て見ぬふりと。何も言えないと。消費増税、消費減税にしても、結局勢いを失って、何をやってるのかなと思うところでございます。えー、そして、広島ではね、汚職王国広島。もう買収がもう当たり前になってきて、もうあの人もこの人も全買収ですよ。買収してない人の方が珍しいぐらいということで、うん、東京地検、あ、広島地検特捜部の 働きをね、もう今回はね期待したいなと思います普段ね、私はね、検察はあんまりねうん、検察の暴走だっていう感じを持ってるんですけどもいや検察暴走しないとダメですよ官邸に切り込んでくださいでは本日は以上です